おすすめの防寒方法。僕雪国長野出身なんで、防寒これに関してはまあプロと言っても過言ではないのかなと。知識は豊富だぞ。多分そんな僕がおすすめするのは、もうこれ今ネットとかあらゆるなんか昼の情報番組とかでも取り上げられてるんですけど、ワークマンです。はい。ワークマンに答えが。違うね。もうワークマンに行けば絶対どれかなります。そしてそのワークマンも最近の商品はすごいおしゃれで、もう普通にそうですね、そんなに作業着っていう感じではなくてカジュアルな感じなので、女性の方でもきっと満足する一品に出会えるんじゃないかと思って。幻も風もらってるから。さんも普段あ、僕はもう毎日ワークマンだから。ちなみにいくらぐらいそれ。高い。安い。うん、これは安い。これジンさんからの誕生日プレゼント。これ今ね、今日これ、ね、カメラ回ってるからね。サングラスはワークマン。これレイバン。これはニューエラかな。全然ワークマンじゃない。これから帰るときに今そこでまたワークマンに着替えて帰ってきますから、じゃあこういう別に動画向けではないんだ。動画向けではない。それはない。それほどのおしゃれ。でもなんかほらバレンシアガと見間違うようなスニーカーとかね。まあね、うん。そういうのもちゃんとね見てるはずなんでね、開発の人たちは。うん、でまあ今年はワークマンの CM の曲なんかも手掛けたいなって思います。は。うん。吉幾三さんとかに歌ってもらう。うん。言葉はじゃあ言ってたの。もう俺が歌うぞ。歌う。うん。マジで。まあこれ歌う流れになるからやめよう。以上です。ありがとうございました。ワークマン。言ってください。